はい、なんとかこれからタクシーに乗って出かけるというところまで来ました。向こうに着いてから、飛び出さないように気をつけるということで、今日はなんとか行けるかな。アンズちゃん頑張ろうね。いい子だね、アンズちゃん。頭入れちゃうの、アンズちゃん。抱き抱き攻撃ね。抱き抱き攻撃ね、うん、私身長が足らない。はい、行くだね、アンズちゃん。行くだね、また行こう。行くだね。身長足らなくてごめんね、アンズちゃん。完全に隙間に潜ってるよ。アンズちゃん、行くだね。まあこうなるね。アンズ、アンズ、アンズちゃん、こっちはどっちがいい？こっちのは可愛いかな。うん。ちょっとこれもしてみようか。目立つところね。うん、いい子だね、アンズちゃん。いい子、いい子。アンズちゃん。うん、いい子だね、アンズちゃん。まあ、アンズちゃんがうちで元気なのにここではダメっていうのはもう分かったからいいよ。はい、表現しなくていいよ。アンズちゃん、はい、いい子だね。うん、うん。はいはい、いかだいかだ、いかだね、アンズちゃん。はい、アンズちゃん、ずいぶん長いことママの抱き抱き攻撃に遭っていますが、いいかな。ちょっともう少し落ち着いてきたかな、お顔が。はい、この説明書きも今書き終えました。うん、偉人さんって書いてないよ。見たらわかるや。準備は万端です。柴崎高2の美人さんですって書いてもらって。かわいい、アンズちゃん。アンズちゃん、向こうちょっと落ち着いてきたな。アンズちゃん、どうですか。ヘイヘイ、アンズちゃん、アンズちゃん。でもさ、シオくんよりちゃんとお顔がこっち。そうだね、あの一応顔は見える位置にできるじゃね。はい、クロケンさん来ましたよ。あら。そんな扱いですか。アンズちゃん、よいしょ、潜っちゃった。あら、潜っちゃった。あら、はい、リコさんね、アンズちゃん。リコさん、はい、ちょっと息荒い。うん。やめて、これやめて、これやめて、これやめて。どうやって隠れようかしら。アンズちゃん、アンズちゃん、撫でてる。ママいるから大丈夫だよ。大丈夫だよ。うん、大丈夫、大丈夫。いいかね、アンズちゃん。お鼻ヒクヒクしてる。な、クンクン。クンクンしてんの？アンズ。いいかね、アンズちゃん。お利口さん。うん、ちっちゃいね。2ヶ月半だそうです。ハチくん。ハチくんも固まってるから。うん。はい、アンズちゃん、少しは落ち着いたかな。穏やかな、いい子なんだけどね。ミヤマエンボさんだしね、一人遊びも上手だしね、いい子なんだけど。
猫なんだけど。美人やろ。はい、いっくんです。かおりんちゃんの弟になりますね。里親さんがどうやら一旦トライアルに入るようですよ。よかったね。したらいいのだって感じ。あんじちゃん、大丈夫でしょ、あんじちゃん。優しいんだよ、あんじちゃん。あんじちゃん、クロケンパパですけど、覚えてますか？息遣い荒いですね。2組ほどですね、気に入ってくれた方はいらしたんですが、いろいろハードルの高い子だということをいろいろ説明をして、今日はなしかな。あんずちゃん眠くなった？このあんずちゃんを、受け入れるためには結構、そうね、環境の問題と、あとは経験ですかね。だいぶ長いこと我慢しなきゃいけないと思いますので、その覚悟などなど、金揃えた方、この次の回に、出会えればと思います。おやすみ。大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かな。はい、ダンズ仮のリボンがつきました。もうちょっと緩くてもいいかな。でもいっか、あんまり緩いと取れちゃうもんね。はい、リカさん、よかったね。ペロペロしてるね。はい、家に帰り着きました。今開けてあげるよ。はい、はい、出た。はい、隠れた。もうどこに隠れればいいかすぐ分かったよ。はい、あんずちゃん。うん、止めてあるからいいよ、そこでゆっくりしなさい。はい、あんずちゃんは籠城になりますね。いつもの隠れ家に入りました。よっ、よいしょ。ここから出るにはですね、ジャン君の協力が必要です。後でお願いしますね。はい、ジャン君、ただいま。アンズちゃん隠れたのでよろしくね。連れに来てね。はい、アンズちゃん晩ご飯の時間までずっとどっか高いところで隠れてましたね。ご飯の時間になってちょっとね、やっぱり不機嫌な顔してる。本当不機嫌なの、アンズちゃん。なんであんなとこ連れてったんだよって。ごめんなちゃいね、アンズちゃん。でもね、今日は怖い思いをしたからチュールがちょっと増量だそうですよ。そうですよ、チュール増量だよ。本当だ、ちょっと不機嫌な顔してるかも。ごめんね、アンズちゃん。アンズちゃんじゃあまた優しくしてもらえるから。ねね。にゃんにゃんって言ってる人がいるよ。何がいいかな、アンズちゃん。そしてね、アンズちゃんの場合はちょっと特別なので、Facebook とか Twitter とかでもちょっと宣伝してみようかね。宣伝っていうか、
覚悟のある方募集みたいなことをしてみようかね。猫三昧さんが迷惑じゃなければなんかやらせてもらいましょう。なんだっけ、なんとかのお家には出してるんだよね。ああ、そうそうそう。まあ、でも直前になるんだよね。そっか。ただ、少し問題ありっていうとちょっと大げさだけど、ちょっと難しい子ですよっていうのを宣伝しないとね。あ、カリカリ食べちゃってる。うん。また空いてた。さあ、そして、ポンちゃん越しのカオリン、カオリンも、カオリンこそまだケージから出られないので、合わせてカオリンの宣伝もしましょうか。うん、まあでもね、そういう子がいて、いずれっていう。あんずちゃんのついでにこんな子もおりますっていう続編的に。うん、いい、うん、いい。そして指をかじりますっていうのをね。はい、はいはい。カオリン、はい。でこれはどう？だだ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 。はい、だだ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 。甘えてんじゃん。エビ天にはね。はい。爪引っかかった。はい、もうすぐ来るよ。留守番したので、ちょっとだけチュールが増量です。1本分です。よかったね、かおちゃん。あんずちゃんが足元シュリシュリしてるよ。はいはい、あんずちゃんちょっと待ってね。おしっぽぴゅー。うん、ただね、かおちゃん。いかいかか、よく頑張ったね、今日はね。ずっと固まってたけどね。でもラブくん、シオンくんよりは少しは顔が見えてたよ。はい、おー、びっくりした。失礼。はい、どうぞどうぞ。おいしいね、おいしいね。